はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうきと申します。今回はタクティクソーガリボンおすすめクラスの紹介をしていきたいと思います。この動画ではまだオーガやったことないようだとか、これからやってみようと思う、そんな方に向けてね、作った動画なので、ぜひご視聴よろしくお願いします。それでは早速おすすめのクラス紹介していきたいと思いますんで、どうぞ。タクティクスオーガ、さあ今回紹介していくクラスはこちら、ボルテール・モントローズです。今作のウォルテール、結論いい。ウォルテールは序盤、クリザローの町に囚われているところをデニムに助けられたことで仲間になります。レオナルド補佐役として配属された騎士の一人であり、実直な性格に加えてレオナルドと年が近いこともあって、深い信頼を得ていたそうです。ウォルテール・モントローズの装備一覧はこちらのようになっております。おすすめ武器は個人的なんですけども、パリーのスキルがあった武器がいいと思います。魔法に関してなんですが、ヒールを使えることができ、序盤に限りですけども非常に有効です。中盤以降はアイテムによる回復が非常に有効です。割合回復のキュアペーストが点灯並んだらガンガンしゃぶらせましょう。スキルに関してですが、ランパートフォースが非常に有効、ユニットを中心に展開される見えない圧で敵の侵入を防いでくれます。このスキルによるライン管理が非常に重要です。HP マックスアップに関してなんですけども、タンクとしての役割を増強するだけでなく、割合の回復アイテムの効果もアップしますので、ぜひともつけておきましょう。そしてこのウォールテール最大の魅力がこちらです。ファランクス、発動すれば HP ダメージを 60% 軽減することができ、レベルに応じて効果が上昇します。最大 90% まで軽減することができ、最前線の壁としての能力を遺憾なく発揮します。今作開幕からバフカード4枚担いで、対戦よろしくお願いしますみたいなボスがワンサカ出てくるんで、このファランクスが非常に重要であります。2章序盤でアイテム合成が解禁されると、ムーブプラス1、ジャンププラス1を得たウォルテールはさらに躍動。2章カオスルート中盤、フォルカスという最高のパートナーの加入によって形成されるツインタンクはまさに鉄壁、敵の信号をこれでもかと防いでくれます。いやいや勇気、フランパ大神殿っていうのがあってだなっていう話は、やめましょう。今日はねウォルテールの日なんで、やめましょう。そもそもバルマムッサでレオナールとたもとを分かつ選択肢、つまりカオスルート、デニムがこの選択肢を取った時、ウォルテール何も言わず黙ってついてきてくれたんですよ。マジで熱い男。ラビニスは不意にあのワイスのボーガンもろに受けちゃいましたけど、あれウォルテールだったら耐えてましたよ正直。いや、かわしてたまであるね。デニムに当たるけど。さあ、いかがだったでしょうか、ウォルテール・モントローズ。過去作をね、プレイした人なら、今作、ウォルテールの放つまばゆい輝き、誰しもが感じたのではないでしょうか。スキル発動のバフカードを取り、最前線でライン管理、ファランクスを発動させ、キュアペーストをしゃぶり、常にデニムたちの前に立ち、敵の進軍を食い止める、そんな男、ウォルテール・モントローズ。ぜひ、使ってみてはいかがでしょうか。さあ、これからもね、タクティクスオーガリボンの動画、定義的に上げていきたいと思いますんで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さあ、それでは、長々と失礼しました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。